時刻は8時19分です。ここからは、ね、辺境の旅プロデューサー、とっても面白い肩書きですよね、清水雅弘さんとともにお送りしてまいります。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いしますね。改めて、やっぱりあの声がね特徴的でいいお声なさってますよね。いえいえ、とんでもありません、ね、この声で、あの人だってお分かりになった方も多いと思いますよ。悪いことできませんよね。何をしようとしたいやいや、そんなことないですよ。ね、あの辺境の旅プロデューサー、はい、辺境の旅ってどんな旅のことを言うんですか？まあ、地理的な辺境っていうのはもうだいぶあの少なくなってきたわけですね、うん、このインターネットによって。なるほど。もうほとんど Google Earth なんかがありますから、もうほとんどもう地球が丸裸っていう感じですよね。まあ、それともまあほんのわずか地理的な辺境部分というのはまああることあるんですよ、はい、でもまあ最近はどちらかというと地理的な辺境よりか、まあ、ちょっと抽象的になりますけど、人間の心の中の辺境の部分みたいなですね、そういったようなところをちょっと空白埋めるような、そういうことを目的としたような、そういうプログラムみたいな、そんなのをその企画したりですとか、癒しだったり、そうですね、そういうふうなもんですとか、ちょっと何かなのなんですかね、合点がいかないことがあるとかですよ、まあ、それから何か腑に落ちないことがあるとかですね、でそれはそのどちらかというと何かそのこう大きく捉えると幸せ感とかですね、充足感とか、そういうものにどっか何か 100% 満たされていない自分がいるみたいですね、そういったものは何だろうかみたいな疑問を持った時に、実はその地理的なその辺境の地も含めてですけど、そういったところに行ったりとか、日本の自然環境の中を歩いたりとかですね、することによってそれをちょっと埋めていこうというですね、そんな意味合いが最近はあるかなと思います。じゃあどちらかというと文化的に充実して用意された場所ではなくて、そうですね、自ら生きるためにこう何かをするような場所に行ってみる。そうですね、ある意味で言うと、まあ、昔からあの日本の旅の原点っていうのは、ね、はい、お伊勢参りですとかね、お遍路みたいな感じで、まあ、聖地巡礼っていうのが旅の始まりだというふうに、まあ、民族学なんかで言うんですけど、要はやはり何ですか、田んぼの稲刈りが終わった後ですよ、農閑期に、じゃあみんなでどっか行こうぜっていうですね、いう時にお伊勢に行ったりとか、お遍路回ったりとかするっていうことは、要は何かですね、神様への感謝とかですよ、それから日頃の自分たちのコミュニティの絆をもう一度確認しちゃおうとかですね、みたいな、そういうふうなことで旅に出かけるっていうですね、まあ、現代においてもそういうふうな旅の復活ができるんじゃないかみたいなですね。現代に立ち戻って、そうですね、旅をもう一度、ね、ですから結構秘境とかその辺境の地っていうのは、そういうふうな昔ながらの伝統的な生活を送ってらっしゃる方がいっぱいいらっしゃるわけですよ。ですからその信仰心が扱ったりですとかね、敬虔なそのいわゆるその宗教心を持ってらっしゃる方がいたりとか、そういう方に触れるっていうようなことも一つの大きなきっかけになるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。大体ちょっとこう偏僻なところが苦手っていう人多いと思うんですけど、日本人贅沢になりすぎていて、でもそんな中でもそういう辺境の旅、まあ秘境の旅に興味を持たれてる方増えてますか？そうですね、最近特になんですかね、それこそ若年層の女性の方なんかが、まあ、数年前ぐらいから癒しっていう言葉がね、結構市民権を得たりとかしていましたけれども、そういう癒しを求めるような空間が、いわゆる都会の中でのアスファルトの建物の中ではなくて、もうちょっとオープンスペースっていうかですよ、例えばそれこそ本当に去年ぐらいに神社ガールみたいなですねとか、あとは、寺ガールとかね、寺ガールとかですよ、そして山城を歩くような、そう歴女なんていうのがいたりするじゃないですか、はいはい、そうするとそういうふうな20代から40代ぐらいの、例えば独身の女性なんかがそういう場所に、いわゆるオープンスペースですよね、並びに歴史的な遺構物があるような、そういったところに行く傾向がちょっと、それが一足伸ばすと、例えば海外のそういう僻地ですとかね、秘境ですとか、そういったところも含めて行かれるような、そういう傾向はやはり少しずつ静かな部分になってるんじゃないですかね。ただ若干大変ですよね、プロデュースされる方のご苦労ってすごいものがあるんじゃないんです？もうだいぶ私はもう30年ぐらいやってますから、だいぶまあ何ですかね、言葉の表現悪いですけど、手の抜きどころが分かってきたっていうんでしょうか。あまり、まあ、それを悪く捉えるんではなくて、いわゆる旅をするのはご本人なわけですから、要はその事前の環境設定だけはこちらでさせていただいて、なるほど、あとは向こうでそのどういうふうに感じるかの感受性っていうのはその人にお任せっていうですね、いうふうなところぐらいまでの、まあ、安全を含めた環境設定っていうのを
すればですね。この安全っていうキーワード出ましたけど、ね、安全面で言うと私はやっぱりちょっと不安要素がねあるような気がするんですけど、現実どうですか、怖い経験とかないんですか。まあ、怖いっていうような形のことはやはり事前にいろんな情報を集めたりとかですね、はい、まあ、それはやはり経験値だと思うんですよ、であとは正直言ってですね、第六感が働くとかですね、はい、まあ、危険予知能力みたいなですね、はいはい、そういったことっていうのはやはり経験というふうなものがないとですね、はい、なかなかあの出てこないようなものなんですけれど、これまでヒヤッとしたことありますか。まあ、何回かあります。例えば、例えばですね、はい、去年ですけども、はい、そのブータンというところからですね、はい、まあ、世界の幸福の国っていうに言われてるんですけど、ね、うん、そこにあのお連れしてですね、そこから飛行機に乗って、タイのバンコクというところに来る途中にですね、飛行機が乗ってるとですね、途中でインドの上空で、もうまるでマシンガンに撃たれたようなバリ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 って音が聞こえたわけですよ、はい、結果としたらそれは飛行機に空気中の氷みたいなものがですね、氷だって人間の拳ぐらいの大きさの氷の雨みたいなものがその機体に当たったわけですよ。でそれでもう、まあ、これで一巻の終わりかなと思いましたけども、まあ、無事に、まあ、インドの空港にその降りたんですね。でそれでその飛行機降りてその飛行機の前面から見てみたら、飛行機の飛行機って結構大きいんですよ、はい、大きいんですけど飛行機のそのパイロットのウィンドウの下がですね、ちょっと大きな穴が開いてたっていうでもそれって、まあ、まあ怖いっていうかですね、いいふうに思われてしまうかもしれませんが、はい、その時に一緒に乗っていたインドの方とかブータンの方とかタイの方もいらっしゃいましたけど、はい、みんなで手を合わしましたもん。祈る？あの、よかったねと。いわゆるそのみんなでそのこの飛行機の中に乗っていた、まあ、私たち日本人も含めてですが、何かのご縁というか、何かのご加護があったんだというですね、この時に感謝みたいなところがあるわけですか。そうですね、そういう非常なる一体感をですね感じ取ったっていうですね、そちらの方にウエイトを置きたいですよね。いやそりゃ今だから言えるけどうわ心臓止まりそう。でもほら日本にいても、ね、交通事故で、ね、残念ながらお亡くなりになったりとかっていう、そういうようなこともあるわけですから、まあ、それは自然事故になる。そうですね、やっぱり、あの自然というふうな形のやっぱり脅威っていうかね、どうしようもできないですもんね。どうしようもできない、抗えないようなね、そりゃそうですよね。まあ、それもあのそのみんなでこう一体感を得たのも、ある種の素敵な出会いというか、それは私の人生の中で大きなエポックになったんですよね。そうかそうか、まあ、そういうスリルの後、スリルって言っちゃいけないけどそういう後のこう、安堵感とか一体感とか、それもまた辺境の旅プロデューサーならではそれは事前にプロデュースしたわけじゃないんですよしたわけじゃないんですが、そういう時にじゃあその本当に恐怖感を覚えた人たちに対して、じゃあそのコーディネートプロデュースしている人間としてどういうふうな、あのそれをどういうふうに受け取りましょうか、そのハプニングをですね、どういうふうに皆さんで消化していきましょうかっていうふうな時の声がけっていうのはやはり非常にその神経を使いますけれども、どういう声をちなみにおかけになりました。いやもうにっこりとですね、もう声掛けというかその自分がどっしりと、そうですね、どっしりするということと、でも、内心ドキドキでしょ。ドキドキなんですけど、でもやっぱりそれに、まあ、似たようなっていうか、まあ、いろんな、まあ、小さなハプニングが今までの、その偏見の旅の中でありましたから、やっぱり自分で言うのも変ですけど、やっぱり動じなくなっているというところがあるわけですね。ですからやっぱりその何かパニックが起きた時に一人中心メンバーが動じてしまうと、それがやはりその何ですかね、伝染してしまうというところがあるじゃないですか。ところが誰か一人がどっしりと構えているとですね、今度どっしり感がずっとまた今度逆に伝染していくっていうのがあるんですね。ですからそういうふうなこともあって、やはりまずは自分の態度が一番重要だっていう、まあ無言のメッセージみたいな。もう今ねこうしてお話いただいて、目の前でお話いただく中でもね、なんかちょっと安心感ありますもんね。あ、そうですか。今地震起きても大丈夫じゃないかなと思う。いや私が逃げますよさっき、まあ、そういう清水さん、あのネパールからお帰りになったばっかりということで、はい、まあ何をしに行ったのか含めちょっと後半伺いたいと思います。一旦ちょっと休憩をいただいて、はい、また後半もお願いします。はい、今日は辺境の旅プロデューサー清水雅博さんとともにお送りしているこのコーナーです。清水さん、ネパールから、ね、帰国されて間もないということで、そうですね、1週間以内
ですね。まだちょっとぼーっとしてるんだなんてね、先日おっしゃってましたけど、ね、もともと天然ボケなもんですからね時差ボケはそんなには関係ないんですけれど、ちょっとボケております。何のためにネパールへ。実はですね、はい、一昨年ね、2015年なんですけど、はい、4月の25日にネパールで大きな地震があったんですよね。ありました、はい。でまあ世界遺産が崩壊したりですとかしたわけですね。私はもう本当に第二のふるさとっていうふうに思ってる国のもんですから、まあ、何らかの形でまあ、なんですかね、お手伝いっていうかしたいなということで。なんで第二のふるさと。そうですね、ちょうど19歳の時に、はい、初めての外国は韓国だったんですが、はい、ただ長期の初めての外国ってのはネパールだったんですね。それ以来もう三桁に近いぐらいの渡航回数があるもんですから、現地の知り合いがいたりとかですね、そういう、まあ、縁が非常に深いっていうかですね、そういうふうな国なもんですから。じゃあすごく心配、そうですね、何らかの形でご恩返しをしたいっていうですね、はい、そういうこともあって、まあ、その復興の支援の、いわゆるボランティアのような形でですね、はい、地震が起きてから、まあ、今回で4回目になるんですけど、そういうふうな目的でもある国に。具体的にはどういうことされるんでしょう。そうですね、まだまだ日本のようにですね、震災後の復興っていうのはインフラ整備とか、はい、例えば電気とか、水道ですとか、はい、そういったようなものをなかなか復活していないんですよね。スピードが遅いわけです、ですからまあ今回もその被災している方々のキャンプ地に行ってですね、その備蓄用のその食料を、運んだりですとか、それから実は私はそのハリキューシーの資格も持ってるものですから、そういうそのキャンプ地で医療の巡回するようなチームにちょっと帯同させていただいて、そして少しやはり打ったりマッサージをさせていただいたりしてですね、そういうことをやってきましたですね。まだ混乱ってあるんですか。それがですね、確かに何ですかね、混乱といえば混乱です、その経済的な混乱なんですが、ただし人心というか人の心っていうかですね、人の心はですね、例えばずっとその水不足で、井戸のところに人がずっと並ぶんですけど、怒鳴り声とかですね、割り込んだりとかするような人は一切ないんですよ。美しい話。非常にそうなんです、ですから それは確かにネパールって経済的にも政治的にも安定はしてはいないですよ、日本のようにしてはいないんですけれども、いわゆるそうだからこそという言い方がいいのかどうか分かりませんけど、縁のあるような方々のコミュニティの団結力って、非常に強いわけですよね。ですからそういうふうな方々がいわゆるその自分たちを支えてくれてるっていう安心感みたいなものがね、やっぱり人々にあるからこそ、そういうなんですかね、井戸に並んでも、例えばガソリンスタンドにずらっと本当にずっと並んだ時期があるんですけど、怒鳴り声がないわけですよ。イライラしてる。某でっかい C 国じゃ考えられない、ちょっとないですよね。この C 国では絶対にですね、もう悪先にっていうような形のことになってしまうのかもしれませんが、そういったことが確かに、まあ、お釈迦さんが生まれた国ではあるんですけど、そういうことですか、ただ仏教もあれば、まあ、国の宗教のヒンズー教があるんですけど、そういうまあ、敬虔な信仰心がやはりそこには流れてるっていうのですね。そういうふうなリズム感で毎日日常を送ってらっしゃるから、やっぱり何が人生においての優先事項かっていうことを、人々がちょっと我々日本人とか中国のような国とは違うようなところに人生の優先順位を置いてらっしゃるっていう感じだと思うんですね。まだ身近な国っていうふうにはやはり捉えられていないと思うんですけれども、なんか知るとこうハマるかもしれません。ハマりますよ、ね、私のようにですね。こう旅に行きたいっていう方も多いんじゃないですか。そうですね、増えてるんじゃないですか。だいたい年間、ネパールなんかはですね、年間2万人ぐらいの日本人がただまあ今の話じゃない、冒頭の話じゃないんですけど、そういうネパールも含めて、あんまり日本のより便利ではないような国っていうんですか、そういう国に何かを求めて行かれるような方々、特に若い方が最近増えてきてるみたいな。旅で支援をするっていう企画もね、されてるんですよね。これはどういう企画なんですか。特にネパールはですね、産業っていうのは、主だった産業っていうのは、重工業は全くないわけなんですよ。ですからどちらかというと、世界の屋根と言われるようなヒマラヤ山脈ですとか、それからお釈迦さんに関係するような仏教者ですとか、そういう、ツーリズムっていう観光産業が、大体大きな経済、収入だと思うんですね。
それだということになってくると人が外国の方が行かないと、うん、その産業は成り立たないわけですよね。ですから私なんかもやはり日本でそういうそのグループを作ってですね、そういうそのネパールとか、よく引き渡り返金のところに行ってですね、そこでまあ緩やかな経済還元効果っていうですね。なるほど。ネパールとして、ね、国としてもウェルカムという状況なんでしょうか。そうですね、今のところ、地震の被害というのは一部に限られているんですよ、はい、一部のエリアに、はい、それ以外のところはもう全く関係なかったりとかするようなエリアもあるんですね。そういう情報がなかなか日本には入ってきてはいない。ですから全くもってその地震の被害の全くなかったようなエリアにおいての通じ詰めというのは、あの地震前から地震後も全然その変わりなくやってるんですね。ですからそういったところに新たなそのツーリズムのそのプログラムみたいなものを開発したりですね。なるほど、ね、これはじゃあ、ま、過度にね行き過ぎるとこもあるんでしょうけれども、うん、やっぱり少人数の単位で、そうですね、入っていくっていうのは、非常に、まあ、援助につながる。それ双方ともにとってですね、いい行く側にとっても非常に、なるほど、あの先ほどあの今日は何かその日本の特集をされるかもしれませんけど、はいはい、日本の良さっていうのは、日本にいながらにしても分かる人いるでしょうが、海外に出るとより一層ですね、日本の良さっていうか、例えばネパールなんていうのはその四季がないんですよ。雨季と乾季しかないんですね。そうすると雨季と乾季しかないような国の人が考えることと、我々日本のように四季がはっきりとしてて、移ろいみたいなものの中に美意識があるような国っていう、そういうような国の人が考えることとちょっと違うっていうところがあるんですよ。日本には雨っていうようなことの表現が60ぐらいあるんですよ、私の知ってる限り。そっかそっか、分かりますよ、ね、あの小さい雨だったりね、さみだれとかですね、いろんなわけじゃないですか、ネパールはパニって一言なんですよ。パニパニってのは水っていうことですね。水と雨は一緒、水と雨は一緒なんですよ。雨が降ってくるとパニはえよって言うんですけど、要は水が来たよ、水が来たよっていう。ですから雨っていうのは雨季と乾季しかありませんから、非常にその、2つに1つっていうふうな選択肢。そういう国から日本を見てみたら、非常にその雨に対しての表現がすごいね。雨ってしとしと降ったりざわざわ降ったりしますけどね、そういう表現じゃないんですね。じゃないわけです。ですからそういう中から日本のいろんな俳句とか短歌ですとかね、文学も生まれてくるじゃないですか、ね、それを海外に行くとやはり見直すっていうか、日本の魅力をですね、そういったことにもやっぱりつながっていく。そうか、今寒いしなんか嫌だなと思いますけど、こうね、若干日が長くなっていって春をほんの少し見つけると嬉しいですよね。こういうのもやっぱ日本の良さなのかしら、良さだというふうに思います。ですから何かね、啓蟄なんていうなんか言葉がありますよね、あんなのはもうあのネパールとか、例えばその砂漠の国に行ったらですね、啓蟄みたいなです、ちょっと暖かくなってきて土の中からね、虫が顔を出すみたいな、砂漠だったら砂の中からサソリが顔を出すみたいなそういう感じになるわけですから、そういう中で我々日本人の美意識みたいなものがね、おそらく形成されてきてるはずじゃないでしょうか、ね、そうですね、まあ、これもじゃあ日本を知るために出かける旅もいいものですよね。まさにその通りだと思いますね。あの清水さんにとって旅って何ですか。まあ、絶えず自分をシャッフルすることじゃないのかなと思うんですよ。もう私はもうすでに50代ですけれども、いくつになってもですね、やっぱ今の自分の何ですかね、まあ立ち位置みたいなものが本当にいいのかみたいなですね、もう絶えず疑問に思いたいわけですよ、今自分が常識と思っていることが世界に行ったら非常識なこともあるわけですね、はい、でそうすると今の自分の持っている固定観念とか、その先入観とか、そういうものをシャッフルしたいわけですよ。本当にいいことなのかどうなのかみたいなですね、それをするのためにやはりその非日常に家の空間に自分を身を浸す。それは何も海外に行かなくてもいいんですよ、日本の例えば自分の家の裏山でもいいわけですよ ね、そういったところにちょっと身を浸すっていう、それはもう小さな旅から大きな旅に行くっていう、旅に行くってことはやっぱりシャッフルするっていう、まあ、その一番こう向いてる、ね、ご自分に向いてたものがまあその辺境の旅だったんですよ ね、はいはいはい、ね、たまたま本当に若い頃からそういうところの思考性があったっていうことじゃないですかね。死ぬまでやめませんか。死んで姉を、あの世がどういうものなのかみたいな、それも影響これも、あの世への旅みたいな、なるほどね、そういうふうに、そういうふうに捉えたらいいんじゃないかな。そうだね、そうですね、それ怖くなくなりましたわ。そうなんです、まさにその通りなんですよ。
あの春になってきて、はい、こう近隣の山を歩きたいわっていう方も多いと思うんですけど、うん、これから、まあ、暖かくなってきてのね、うん、おすすめスポットなんかあったら最後に教えてください。あ、もう身近なとこですね、うん、まあ、この FM チュービーさんの窓からも見えますけれども、はい、大チャンス山ですとかですね、はい、広島市の西区の三田木寺っていうところの裏側には倉庫山なんてありますね、はい、これ簡単に3時間程度ぐらいで歩きますんで、ですね、3時間ゆっくり歩いてですよ、うん、で何も頂上まで行かなくていいんですよ、途中まででいいんですよね、いいなと思うようなところまでで行って、もう引っ返したらいいわけですよね。ただ頂上に行くと自分の住んでいるこの広島市内を見下ろすことができるということもあるので、これある種の辺境ですね、そうですね、本当に非日常を、ね、あのガイドブックなんかも出してらっしゃるんで、それを片手にぜひ暖かくなったら、ね、皆さんにお出かけいただきたいですよ ね、はい、ね、はい、またネパールの旅もきっとお行きになるんで、今年中にはもう一度、ね、はい、またますますのご活躍、そして面白い旅のプロデュースお待ちしております。またあの面白い話聞かせてください。はい、ありがとうございました。今日のお客様は辺境の旅プロデューサーの清水正弘さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。